妻中央小学校では6年生の児童30人に卒業証書が手渡されました。地震で一時遠方に避難していた児童もいましたが、全員が揃って卒業を迎えました。ただ今も仮設住宅から通学する児童もいるということです。部活と勉強の両立を特に頑張りたいです。地震があったけれど、修学旅行にも無事先生方の力で行くことができたし、地域の皆さんの協力でこの卒業式を迎えることができたので、とても感謝しています。